そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。いや、昨日ね、ちょっと赤ワイン飲みすぎちゃってね、たまに飲むとこう、ついつい止まらないんだよね、俺ね。やめとけばいいよね、2杯、3杯でね。結局全部飲んじゃう、全部1本ね。ダメですわ、ちょっと頭痛い、どうしようも。まあ、そんなこともね、どうでもいいですよね。で、頑張って今日もギター紹介したいと思います。さあ、今日はですね、久々のセミアコなんですけども、アイバニーズです。アイバニーズってね、ハードロックの RG シリーズがもちろん有名なんですけども、意外とこのシリーズも昔から70年代から結構ね有名ですよね。あの外国の有名なジャズギタリストなんかも結構使ってますもんね。さあ、今日の答えは型番が AGH83BATF っていうシリーズなんですけども、これあのアートコアっていうシリーズだったっけね。この木目を生かしたあのシリーズで、割とお手頃な価格帯のシリーズです。これ中国工場ね。これ定価当時6万7万ぐらいだったと思います。でね、全体的に見てください。まあ、木も木目も綺麗なのはもちろんなんですけど、傷がないです。これ買ってほとんど使ってないね。フレットも減りないし、もう何の問題もないです。金属の感じも全然問題ないです。で、早速音クリーンね、トーン絞るとこんな感じ、ね、これなんとなくジャズです。これでこんな感じね。いつものようにここから歪ませたりするんですけど、今日はしません。このギターはしませんよね。さあ、めちゃくちゃ状態いいんです。そしてこの純正のギグバッグっていうんでしょうかね、ケースもついております。お値段がですね、もう今日は早いでしょう。もうパッと値段いきますよ。お値段が本当に状態いいこのギターが、なんと税別32,800円です。一本ね、セミアコ欲しいっていう人多いと思うんですよ。あるいは普段アコギね、アコギファンの方でも、ちょっとこれだったらちょっとどう。これちなみにほら、これ F4 から結構生でもね聞こえるんで、家で弾いてますし、もちろんこれでね弾き当たりしても全然いいですよね。こういうので弾き当たりするのもかっこいいんだよね。ということで、私赤ワインを飲みすぎたということは、当然あの曲をやるわけですね。いいでしょうか、カメラさん、やっていいかな。はい、じゃあ頑張ってやってみたいと思います。ちょっとリバーブだけかけさせていただいて、この曲ありがとうございました。ギターフロンティアでした。